ということで、はい、ボナール野球部のクラブ紹介。一番センターヒロムさん。マジでそういう順番。お願いします。ツインズのヒロムです。ツインズのヒロムさん来ていただきましょう。拍手。どのチャンネルなんですか。両方です。これは企画かぶりってことでもうまとめて撮っちゃおう。あ、これですよね。これそうです。おー、すごい。え、可愛いでしょこれ。こんなの前ありました。これはあの、そう、あの事務所の時から、はい、で事務所っていう言い方になってるな。そうそう、言わないように。動きあるよ。某事務所ね。某事務所ね。ウームね。言っていいでしょ。何も別にないから。ないだろ。関係悪くないから。はい、じゃあ中身を見せていただいて、はい、ずっと外野手やってて、うん、でちょっと外野グループなんですけど、はい、まあ、ピッチャーはもう元気じゃない時に始めたの。うまい人だけど、うん、これ、うん、いや、いい。はい、でみんな名前入れない自習ですか。高校の時だから。そうですね、守りで。なるほどね。だから公式グローブ。はい、こんな感じです。水野。そうです、水野のグローバルエリートですね。オーダーのグローバルエリート。やっぱね、あの外野手のグローブでかいやんか、うん、それでやっぱグローバルエリート軽いから。へ、うん、中はこんな感じです。今日センターフライは、センターフライはあのみんな、いやすごいやっぱ打つから飛んでくるんだけど、打ち上げるの、左中間、右中間で、はい、ヒットなんやけど1球あの大飛球、翔平さんの打球が、俺のやつ、うん、そうですね、翔平さんのボンダ取りましたね。ふざけんなよ。いかったぞあれ。左中間、右中間来たんすか。やばかったね。ピッチャーが悪いっすね、そうやった。ピッチャーちょっとピッチャー悪いな。球は弱ったもん、ね、めちゃめちゃ打たれたね。え、ピッチャーは今やってないですか。ピッチャーはあの肩壊しちゃって、他の草野球でやってるあの時に日産の草野球チームと軟式チームと戦って、はいはいはい、それで結構投げた時にもう壊しちゃって、それが半年前ぐらいで、もうピッチャーはやってないです。いい医者いますよ。医者いますよ。顔が怪しいんだよな。どういう医者いますよ。完全に触らないんで。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあツインズの流れでいきましょうか。王さんお願いします。はい、今日一番打球飛んできたんじゃないですか、ね、ショート。いやもうね、ショート上手すぎて早くうちのチームに入団してほしい。あの個人的な方のチーム。いやいや、入団の方のチーム。もう早球も安定してるし、結構やってるから、はい、あの今日アップね、アップ3分もなかったよ。よく間に合った。うん、本当に渋滞のせいですね。じゃあまずグラブケースからもちろん。ケースはでもあれあれ大丈夫ですか。名前書いてありますよ、水野くん。水プロです。これはあのそうですね、拾ってくれよ。グローブいいっす、ね、はい、グローブ。はい、おこれも上方から。これいつ使ってから使ってるんですか。これね、中3に買ってもらって。軟式ですか。うん、公式。あ、こう、入る前に。そう、入る前に買って。でもう一個あるんだけどね。そう、え、買ってましたよ ね, っね、買ってましたよね。そうそうそう、赤っぽいのがあるんだけど、あ、赤っぽい公式用のもあって。、はい、少年軟式用のグローブもあるんだけど。ですよね。結局これが一番使いやすくて。あるあるね。あるあるだわ。あるある。そう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 。モデル宮本さんか岩田さんかな。そう、多分そこら辺だと思います。知らねえ。好きなのよ。誰モデル当てるのよね。ちょうどゴロとつけられた。こういう感じです。もうちょっと近いです。結構やってますから。え、ちっちゃい、かなりちっちゃい。なんか言うやん。一生懸命説明してくれてる。いや、グラブ紹介やってる。喋る動画じゃないから。そうです。いいよ、はめても。いいっすか。あ、かなり柔らかいです。なるほどね。そういう浅め、うん、浅いというか、まあ、俺は絶対に使わないグローブの使い方やわ。俺はもうめっちゃ縦に使うから。なるほど。こういう、なんか横向きにする。うまい人の、うまい人の、ね、井端さんの肩にすごい似てる。そうなんだ。あ、今のえめっちゃいいこと言ったのに、今あのうちの視聴者求めてない。、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。このペースで来た。さあ、ゆうちゃん来てくれました。ありがとうございます。わざわざ神戸からね。神戸から7時間。じゃあ7時間かけて持ってきたグローブ見せてください。とりあえず今キャッチャーで使ったのはこれですね。うん、これ運命組合に買った。そうそう、なるほど。どうぞ。これのこだわりポイントお願いします。これはね、完全縦取り型で深い感じ。こういう深いですね、確かに。確かに両目じゃあちょっと見て。キャッチャーですからね。どうぞ。キャッチャーですからね。失礼します。本当に親指全然曲がってないですね。本当に縦取りな方で。完全縦取りだ。いや、これは掴んだら絶対離さないな。ありがとうございます。ありきたりですいません。そうなんです。そういう感じです。で、こっちが俺が中学校で公式野球始めた時に買ってもらったやつだから。え、
気がすげえ。7年前。生まれてないっすよ。大卒系。大卒系。すげえやわ、もうすげえ柔らかい。もう今日はあの夢グラブは持ってきてないですか。じゃあいくつもあるんですね。あとファーストミット。なるほど。あ、そうですそうです。はめさせていただきます。あ、でも、やわらかいけど、ゆうや好きそうな方じゃないのか。っていうか、もうあの俺のグラブっぽい。これで小湯になったらマジで俺のグラブ。こういう、か縦ですね、ほんと。やっぱ縦で撮る。ダイエーの時のあの川崎のモデルかな。うん、言ってますよ。見た瞬間思いました。だよな。だよね。俺もそう思った。あの時のダイエーが好きやったのよ。俺もそう思ったから、普通です。厳しいな、両親。今日立場ねえのかな。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、昴生さんからいこうかな。多いなぁ、多いし、なんか目立つなぁ。いや、すごい。さあ、昴生です。ピンクマンこと。ピンクマン、今日ちょピンク要素少ないね。はい、すいません。いやいやいや、じゃあまず、おドクター K かな。はい、ドクター K、あ、ご存知で、さすがですね。黒木先生。はい、黒木先生の、はい、すごい、ピンク。これはピッチャー用だね。ピッチャー用です。ピッチャー用。これをはめるだけでガンが治ると言われてるグローブだよ。いや、それはやべえだ。もう全員はめろ。それは違うんじゃん。これはこだわりポイントは何ですか。色です。まあ、でしょうね。はい。それを見た瞬間に、これ僕のために作りましたよね。既製品。そうなんだ。そう。だからその母の日用に作ってたらしくて。なるほど。はいはいはい。で見て、売れ残ってたんで、まあ俺以外買わんやろと。間違いない。間違いない。買うだって買わないでしょ。買わない、ね、普通の人。うん、ね。ね。頭のネジとぶっ飛んでるくらいしか買わないから、これは。俺が買わなきゃちょっと売れ残っちゃうから。いいね、ピッチャーもやってるんだよね。ピッチャーもちょこちょこやらさせてもらってます。はい、ペロンチョ。今日、翔平さんが投げてたから。いやいや、真似じゃねえから。6時、6時だよ。俺の真似しててね。次、キャッチャーミットいきますか。はい、キャッチャーミット。俺もいい色だね。こちら、玉沢。あの、これもよくオーダーって言われるんですけど、これスポーツショップでこのままで売ってたんで、はい、これで売ってました。おしゃれ。ちっちゃめじゃない。ちょっと小ぶりかな。気持ち小ぶりだと思います。気持ち小ぶりですよ。両平さん、どうするどうする。両平さんのキャッチャーミットチェック。そうすか。お願いします。掴んだら話さないですか。まずね、色がいい、本当に。ほんまか。それは言えるな、見たら。お前、大丈夫好きだ。からの全部言わないで。いや、軽い。あと本当に軽いんで、うん、操作性がすごいかなと思います。掴んだろ。え、俺だって掴んだら話さないって言ったら絶対言われるもん。ちょっとちょっとふてくされてる。掴んでもたまに話しますよね、この。全然ポロポロします。全然ポロポロ。じゃあ最後。最後。はい、最後。これはこれ、ローリングスの。これね、あの紐は自分で交換しました。もともと黒の紐で、はい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 、これも買った経緯としては、あのツイッターで、あの買ったはいいけどお金がなくて手放すしたいっていうあの保育士の方がいて、ほぼキャッチボールしか使ってないっていうんで、お金ないのか困ってんだったらいいよ、じゃあ俺買ってあげるよって買ってて、その時まだ紐黒だったんで、あ、ピンクにしたらいいんじゃないのと思って。でもステッチのラベルも最初からこれってこと。ステッチとラベルはまんま、そのまんま。じゃあめちゃくちゃ合う感じで、はい。え、これどこ守ってる。これサード用っすね、基本的には。サードとかも守るんだ。はい、なんかポジション迷子だと。なるほど、はい、ポジション打席でも。そうなんだけど。しかも3三振したんで、それもクビです。三振お、だから昴生さん、前のボナーの時もデッドボールとか三振だったんで、あの、俺、あのホームラン嘘だと思ってるから。俺も思ってる。デッドボールでしょ。5カメぐらいセットして、1個のホームランを5試合分で見せてるでしょ。だからまだ年間ホームラン10本そうか。もうちょい狭いグラウンドだよ。いや、次期待してますよ。期待してますよ。ありがとうございます。じゃあ、宗師さんお願いします。いや、宗師さんも持ってんな。持ってきてるな。俺2つしか今日持ってきてないもん。てか、セカンドしか多分守らないと思うのに、うん、すごいな。さあ、宗師さん。おはようございます。おはようございます。おしゃれですね。今日はどの缶みたいなやつ使ってました。今日はこれ使ってましたね。使ってた。ローリングこれが一番使います。ここ最近は一番使ってるっすね。いいですね。小湯に。いや、小湯にっす。小湯に。普通の市販のやつ。市販のやつ。セカンドで小湯に。ちっちゃめです、結構、ね。ちっちゃい、結構ちっちゃい。どうですか、掴んだら浅いですか。それ絶対言わねえ。でも浅めちょっと、うん、浅い浅い浅い浅めにしてたんすけど、軟式やっぱ遊ぶ感じがあるから、うん、最初小指じゃ、あの小指じゃなかったんですよ、うんうん、普通に入れてたんすけど小指にしだしてって感じですね。今日も小指で小指で、どうでもこれがだいぶついてて、はい、交代。じゃあ次は最近ちょっと育ててる、でかい、ちょっとでかめですね。ちょっとでかくなりました。え、
でもセカンド用ですか。セカンド用っていうか、まあ外野じゃないじゃん。外野、内野っすね。ね、サードな感じするけど、まあ全然内野でもいけるかな。最近内野大きいグローブがどんどん大きくなってる。小ユニって握り返しづらいイメージあるんですか、セカンドとか。全然あ、そうなんだ。全然関係ない。でも小指の方がやっぱ掴んだら後でサムネもするからもうすべてで。じゃあ最後スラッガー、これはそうですね、高校の時に使ってたやつで、まあ、一応持ってきてたって感じです。準備がクリエイターはみんなね、もっといいですよ。松井和夫のセーブ L7S すごいね。確かに L7S って言ったらもう和夫のトークが使われてる。難しいなと思った。なるほどね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、アイシャー翔平TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。